おはようございます。ケアミです。さあ皆さん、土曜日いかがお過ごしでしょうかということで、僕はですね、久しぶりに何も仕事とかスケジュールの入っていない土曜日だったということでですね、一日中フライトシミュレーターをいじくり倒してですね、遊んでいたんですけれども、その中でもですね、以前紹介したこの Microsoft Flight Simulator Community Downloader というですね、こちらのソフトで新しく追加されたところで GitHub のプロジェクトですね、 GNS530 をリアルにしようというもので、これ自体は以前からあったプロジェクトなんですけれども、改めてですね、その進化というところに注目して、今日は簡単に GNS530 っていうのを紹介してみようかなというふうに思います。ということで、早速やっていきましょう。さあということで、コックピットの方ですね。GNS530 というのは、 今回はセスナースカイホークを選択していますけれども、こういったジェネアビの機体にはですね、非常に多く採用されている、そういった汎用性が高いというか、まあ、かなり普及率の高い GPS のケーキということで、僕もですね、かなり訓練時代にはお世話になったケーキの一つなんですけれども、今回はこのケーキについてですね、簡単な使い方っていうところと、あとは GitHub の方で公開されている内容の向上した部分ですね、 実際に近づいた部分というところをフォーカスして見ていきたいと思います。あということでこちらが GNS530 ですね。このケーキはですね、GPS ベースのケーキというふうになっていて、非常に使い勝手のい,いマルチファンクションのケーキなんですけれども、まずはメインページの構成というところから見ていきましょう。まずページの構成なんですけれども、メインページ、サブページというふうに2つの構成があるというのを 頭に置いて話を聞いていただきたいんですけれども、まずメインページというのが、ここの頭の部分にアルファベットで表示されているページっていうのが存在します。これは何かというと、右下のノブで大きく変更することができるんですけれども、右下のノブの奥側の方ですね、太い方のつまみをですね、回してあげると、ナブ、それからウェイポイント、AUX、ニアレストという形で、 4つのページがあります。これがメインのページということで4パターンですね。それぞれを奥側をくるくる回してあげることによって変更することができるということになっています。また、それぞれのメインページにはサブページですね。横に四角いボックスがあって、白くハイライトされたものと中抜きのボックスが4つあると思いますけれども、これらのボックスを手前側、細い方を回すことによって切り替えることができます。 これがいわゆるサブページにあたるところですね。いずれのページにもこういったサブページが横並びに入っているということですね。なので小さい方のノブを回してあげると、それぞれページを切り替えることができるということになっています。ちなみに4つのメインページがあるって話をしましたけれども、このノブで選択できるのはこの4つになってくるんですけれども、それ以外にも実はページがあって、下側のところですね、メッセージというところを押すと、メッセージ表示。 例えば、例えばフライトプランの入力が抜けていますとか、出発ルート、着陸ルートどうしますかっていうような、機械側からのメッセージっていうのが入ってくるということですね。ここのページがあったりとか、そのお隣 FPL というのはフライトプランですね。フライトプランのページを押すと、こういった形でですね、フライトプランが出てきますし、例えば編集したいっていう場合にはですね、この右側のノブ、これの一番頭の部分を一回プッシュしてあげて、 奥側のノブでそれぞれのマーカーを動かすこともできますし、例えば何かを変更したいっていう時には手前側ですね。小さい方のノブをくるくる回してあげると、こういった形でアルファベットを入力できるので、例えばウェイポイントの変更だったり、もしくは追加だったりっていうところは、ここの右下のノブと、あとはエンターボタンということで、この手前のところで入力していってあげて、手前の細いところで A 数字を変更する。 奥側の方を一回転させてあげて、次の文字に動かして、また手前で回してあげて、奥側へっていうような形で、所定のポイントを入れて、最後エンターを押すと、そのポイントが入ってくるということですね。ちなみにフライトプランに入れているポイントをどこかしら消したいという場合には、選択した状態でクリアというのを押すと、ウェイポイントをリムーブすることもできるという形ですね。 ということで、ちょっと触りの部分だけの紹介ですけれども、こういった形でフライトプランをカスタムするページっていうのが、下側にあるということですね。お次は VNAV ページですね。バーティカルナビゲーションの設定ということで、今回このページが追加されているようになっています。これは MOD によって追加された部分ということで、例えばターゲットコードを高くするとか、低くするとかっていうところをここで選択することができるという形ですね。 それからターゲットポジションということで、距離のターゲットを決めてあげる。あとは、バーティカルスピードをどういうふうに変化させるかっていうところで設定できるということですね。それからお隣、プロセージャーですね。こちらも独立したページになっていて、アプローチコースの選択だったりとか、アライバルコースの選択、あとはディパーチャーコースの選択っていうところもできるようになっています。 このファンクションに関してはデフォルトでも入っているところということになっています。ということで紹介してきたところですね。メインページ。まずは右下のノブを動かすことによって4つのページに切り替わることができます。それから下側ですね。メッセージ、フライトプラン、VNAV、プロセージャー。これらのボタンに関してはそれぞれ独立してページを選択することができるということで、トータル8ページあるんですけれども、それぞれ 開き方が違うということですね。さあ、ということで、ちょっとメインページの紹介をしながらですね、簡単に使い方っていうところも見てきたんですけれども、今回の MOD でアップデートされている部分の大きな部分っていうので、このナビゲーションページの方のサブページの方ですね、この細いところを回してあげると出てくるんですけれども、3ページ目のところ、テレインっていうことで、 地形データですね。障害物の高さだったりというところで、こういった形でカラー分けされていて、テレインデータを表示できるということですね。ちなみに今トラックが2マイルになっていますけれども、このレンジを操作してあげることによって、トラックレンジですね。ここを変更することもできるというふうになっています。それからもう一つお隣のページですね。トラフィックということで、他の機体の情報。 それを表示するのがこのページになっていて、同じくレンジを変更してあげることで、より遠くの機体まで補足することができるというふうになっています。ということで、これらがですね、デフォルトで設定されているページなんですけれども、この2ページ目のところですね、こちらの方に移ってきたときに、メニューというのを開いてあげると、ページメニューというのが出てきます。その中でですね、ネックスラットというふうに書かれているんですけれども、 これがですね、ウェザーレーダーになっていて、これをオンにしてあげると、ウェザーレーダーが表示されるようになります。今はクリアスカイな状態なので、表示されていませんが、例えばですね、ウェザーをレインとかに変えてあげると、こういった形で、ウェザーレーダーが表示されるということですね。ちなみにメニューには他の機能もあって、T c a s をオンにするというものもあります。 TCAS もいわゆる他のトラフィックをアラートする装置ですけれどもこちらをオンにすることもできてレーダーを見ながらなおかつ TCAS もオンにできるという形でフライトに必要な情報をこのモニター上に映し出すことができるというファンクションが新たに追加されているということになってきますまた細かいところですけれどもノースアップにするのかいわゆる地図の表示ですねこれで常に 北側を上として捉えるのか、もしくはトラックアップということで機体の進んでいく先を真上になるように表示するそういった方法も選択することができるようになっていますということでこれらのメニューっていうのが今回モッドを入れたことによって新しく追加されたファンクションということになってきますちなみに細かいところですけれどもこの風の情報でマーカーが出るようになったっていうのも今回のモッドで新たにですね追加された部分のようですね 最後になりますけれども、こちらですね。まあ離陸してですね、フライトをしてみているんですけれども、このアクティブフライトプランのページの距離表示っていうところで、残り何マイルで次のポイントに到着するかっていうところの表示っていうのが、しっかりとダイナミックに動くようになったっていうのも、このモッドでインプルーブしたところということのようですね。あということで、今日はですね、GNS530 のインプルーブモッドということで紹介しましたけれども、いかがでしたでしょうか このケーキは非常にポピュラーに使われているものですし、実際にファンクションとしてもですね、本当に多機能な使い勝手の良い,いケーキというふうになっていますので、今後のモッドのアップデートっていうところで、よりリアルになってきたところで、また改めてですね、紹介してみたいなと思いますけれども、特に VNAV ページも追加されているっていうことで、特に VNAV ページですね、こちらの方も追加されているということで、他の機体でもそうですけれども、 いよいよですね、これまでのラテラルナビゲーション、いわゆるルートにちゃんと乗るかっていうところの世界からですね、縦方向、バーティカル方向ですね、コード方向のプロファイルをちゃんと飛行することができるかっていう、いわゆる第2章と言ってもいいと思うんですけれども、そういった段階にフライトシミュレーター2020のナビゲーション、もしくはオートパイロットの性能っていうのがですね、上がってきているということで、これからもこうしたシステムのインプルブモートですね、 こういったものからはなかなか目が離せないなというふうに思いますよねそんなところで皆さんも GNS530 試してみてはいかがでしょうかそれでは引き続き皆さんも良い週末お過ごしくださいまた明日の朝もお会いいたしましょうそれでは around